SNS などをきっかけに今人気を集めているあの動物の赤ちゃんが誕生しました。いわき市のアクアマリン福島で3匹のカワウソの赤ちゃんが生まれ、今しか見ることのできない愛くるしい姿が疲れた心を癒してくれます。昨日、アクアマリン福島の一角にあるカワウソの展示室では、スタッフたちが世界カワウソの日に合わせ、今日から始まる特別展の準備に追われていました。この展示場の中にですね、中にはいくつか巣箱といって、木でできた小屋のようなものが置いてあるんですが、その中でもですね、こちらの壁沿いに置いてある麦茶色のあの小屋の中で、エマロンというメスの子がですね、3頭の赤ちゃんを出産しました。こちらがユーラシアカワウソマロンの出産の様子を捉えた貴重な映像です、はい、大きなお腹のマロンは巣箱の中に横たわり、時折苦しそうに大きく息を吐いています、はい、しばらくするとですね、ぐるぐると回りながら、はい、お尻をなめて刺激するような仕草を見せ始めるんです。そしてその数分後、小さな赤ちゃんが生まれました。本当だ、可愛らしいですね。可愛い、小さいですね。その後2匹3匹と無事に生まれ、巣箱の中では新しい命が力強い産声を上げていました。聞こえますか？本当だ、ちょっと高い声が聞こえます ね。今回の出産ではある記録も誕生しました。日本国内で飼育されているユーラシアカワウソの中ではですね、マロンはなんと一番の出産経験を持つお母さんでして、今回でですね、5回目の出産になります。マロンが出産経験で日本一のお母さんカワウソになったんです。すごい。今赤ちゃんは巣箱の中にいるため直接見ることはできないんですけれど、はい、巣箱に設置したカメラをリアルタイムで映し出すモニターが設けられているんです。成長が見られますね。見ていただくとですね、尻尾がとてもですね、ぴょこぴょこと元気に動いているのが、わかります。これですね、赤ちゃんがおっぱいを探すときに特にですね、ブン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 振るぐらいですね、とてもこんな感じですね、ブンブンブン振るような感じで、動いています。白っぽい産毛のあるこの愛くるしい姿は今しか見ることができません。生まれたばかりのカワウソは目が開いていないんですね。目が見えるようになるには生後1ヶ月ほどかかるため、お母さんは付きっきりで育児をするんです。へー、くっついてる。こちらですね、去年の映像なんですけれど、はい、2ヶ月ほど経つとようやく泳ぎ始めます。お母さんの後ろで泳ぎをこう動きを真似するように練習するんです。よちよちって感じです ね。こう泳いでますよ。本当だ。ただあらこう深くまではね、潜るの難しいんですかね。でも真似しようとしてるんですね。そうですね、頑張ってます。かわいい。今 SNS などをきっかけに人気が高まるカワウソですが、ある問題も起きているといいます。ペットとして、それから商業施設で、触れ合い動物として供されることを目的にですね、密輸ですとか、そういった本当は持ってきちゃいけない動物を日本に連れてきたりっていうようなこともですね、非常に近年問題となってきています。世界に13種類いるカワウソの多くが絶滅の危機にさらされていて、ワシントン条約で国際取引が規制されています。しかし去年1月にはカワウソ5匹を生きたままスーツケースに入れ、タイから日本へ密輸入しようとした日本人が逮捕されました。飼いたい、触れたいというペット需要が高まる一方で、人間の行動や意識に変化が求められています。アクアマリン福島ではそうした問題も考えてもらいながら、新しい命を感じてほしいと話しています。ぜひですね、この新しい小さな命をですね、見に来ていただいて、ほっこりしてもらえればなと、はい、思います。まさにほっこり、本当に可愛かったです。ただ過熱気味の人気ちょっと心配です ね。みんなでカワウソを守っていきたいですね、アクアマリン福島では今日から8月末まで特別展が開かれています。